もう北川さんといえばもう先ほど吉木さんのスピーチにもありましたけれども、はい、サーフィン。そうですね、今はカリフォルニアのニューポートビーチの方に素敵なお家を買われまして、家を買われまして、はい、もうビーチからもう歩いて30秒もかからないところにね、はい、もう朝起きたらサーフィン。そうですね、ライフスタイルをね今、はい、本当に、夢のような生活を送られておりますけれども、はい、朝起きてね、自分の家から30歩出るとビーチなんですよ。で朝はニューポートっていうところは必ずこのビーチクリーンが必ずありまして、朝起きると全く足跡がついてないビーチがずわーって広がってるんですね。でそこにサーフボードを持ってこう歩いていくわけさ、こうふにゃふにゃ言わないんですけど、でこう後ろを見ると自分がついてきた足跡がペタ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 ってビーチにあるんですね。でそれを見た時にあーっていう、なんとなくね、自分のまだ37歳なんでそんな親父じゃないんですけどね、自分が雨を聞いて歩んできた道みたいなものをパーッとその砂浜と同時にこう頭の中でオーバーラップするんですね。ああ一歩目はサインした時なんだなって、で二本目は断られたけど二人目を言おうと思った時なんだな、三人目はミーティングに行って待ってたけどもやつは来なかったと、だけどもう一回勇気を持って電話してみた時なんだなっていうね、足跡っていうのが砂浜についた足跡がただ歩いてきただけなんですけどね、自分の中ではサクセスっていうこのなんていう歴史があるんで、なんとなくオーバーラップしながら、自分の足跡をね、自分のこうなんか過去の人生みたいなものでこう感じたりとかね、してます。まあそんな感じ、本当にこのビジネスをねやってきてよかったなっていうね感じがねすごくするんですね。でどういう仕事なのかっていうことをちょっと今日はね、スピーチ したいなと思うんですけど、アムエっていうのはねもう別に始まったわけじゃなくて、もうアメリカで50年近い歴史があるんですね。で日本でももう20年以上歴史があるわけですね。20年近い歴史があるわけですね。だから知らないって人少ないと思うんですね。知ってる人が多いと思うんですよ。で、なんていうのかな、僕は23の時からスタートしたんですけど、まあこの中で年齢高い方から若い方から、まあ、いろんなタイプの方いらっしゃると思うんですね。でぼーっとしてるとね本当に時は早いんですよ。スパッとこう行っちゃうんですね。もうこれでクリスマスでしょ、ね、もう21世紀でしょ、あっという間なんですね。時はあっという間なんですよ。で特におばさん方なんか、私も若い時あったのよねもうとかやってる人いるんですけど、早いんですよ。もうその人の人生にはもう若い時があったのねっていう言葉を言った途端からもうなんですよね。何がもうかよくわからないんですけど、早いんです。時は流れるのは早い、うん。でじーっとしてても時は流れるし、今日雨やろうと思って雨をしても時は流れますし、雨をやらなくても同じ時間は流れます。うん、同じ時間なんですね。でもしか僕が雨をやらなかったら美容師やってました。多分なんか口だけでうまくやってたと思いますよ。綺麗な髪の毛な、汚い髪の毛の人にも綺麗な髪の毛ですねみたいな、臭いなとか言いながらねやってたりとかもしたこともあると思うんですよ。でまあ本当それなりに頑張ったと思うんですね。同じ時間を過ごせます。あなたの選択が2つあると思うんですよ。別にアムエをしろとか言ってるわけじゃないんですよ。アムエをやってもあなたは年を取るし、来年のクリスマスはやってくるし、アムエをやらなくてもやっても1年は1年なんですよ。で僕が一番言いたいことはね、経験っていうのは人脈と、経験っていうのは人格と、経験っていうのはねすごい財産になります。でたとえこのビジネスやってうまくいかなかったとしても、このビジネスっていうものから得れるいろんな情報とかいろんな経験っていうのはねすっごい大きいと思います。僕はこのビジネスをやって一番得れることっていうのは人との出会いでしょ。やっぱりいろんな人との出会いがあるんで、やっぱり人との出会いって僕財産だと思うんですね。うん。でやっぱりこうなんていうんですか、成功を目指すっていう習慣とただ生きるっていう人の習慣の常識は全然違うんですね。例えばただ生きるっていう人の常識はね、なんかこれもう何言ってるか分からなくて、ただ生きるっていう人の常識は、ちょっとあれなんですけどね、やっぱり大変ね、要するにアメリカから帰ってきて大変ねって僕一歩まで言われたんですよ。アメリカから帰ってきて大変ねって全然大変じゃないんですね。アメリカにも行けないあなたの方が大変でしょって言ったら、ちょっとアムエのムードじゃなくなりました。空気はね、大変ねって、なんでそんな頑張って実現できる行為が大変なのかなと、僕から言わせるとね、
頑張っても頑張っても何も実現できないことを延々やる方が大変ですよ、本当に。だから要するにそこが全然常識が違うんじゃないですか。僕たちのアムエっていうのはね、頑張るっていうことの次には夢があるんですよ。頑張るっていう次には希望があるんです。頑張るっていう次には理想が待ってるんですよ。それに頑張るっていうのは全然僕にとっては大変じゃないですし、やりがいっていう感じですよね。で逆にやっぱりそのなんていうんですか、頑張っても何もならないものっていうものの方が逆に大変なんじゃないかなと僕は思ったりするわけですね。だからアムウェイのビジネスっていうのは全然大変じゃないんですね。でよく断られたりとかすることもあるし、例えばそのなんていうかバカにされることもあるだろうし、なんか勘違いされることもあると思うんですけども、本物っていうのはね、勘違いとか初めから理解っていうのがないんですよ。世の中の今まで本物っていうものはスタートした時から生まれた時から全員が勘違い、全員が理解度が低いんです。でさっきそのサーフィンっていう話がありましたけど、サーフィンがもうスタートしたのはもう1940年ぐらいなんですね、実はこれって。で日本アメリカでブームになったのが1960年代なんですよ、僕が生まれた年ぐらい、63年だから。で日本でも本当にサーフィンっていうブームがガーッとサーフィンブームが行ったのが1980年代なんですね。でサーフボードを一番初め日本に持ち込んだのはテッド・アデガーさんっていうアムウェイのダイヤモンドの人なんです。でその当時海でのスポーツっていうのはサーフィンってなかったんですよ。だから漁村っていうか海のおじさんが釣りをやってイエーイみたいなノリだったんですね。でそこにアデガーさんが初めていわゆるサーフボードを持って海に入った時に、漁村のおじさんたち、漁村っていうんですかね、おじさんたちがガーッと海に入ってきてみんなで止めたんですって。やめなさい海に出るのはみたいな。で釣りを投げてきた人がいるっていうから、どういう意味なんだろうなっていうねことを僕は思ったんですけど、理解できないんですよ。あんなものに乗った危ないなんですね。今はもう日本もだいぶそういうものは当たり前になってきてるんですね。だからサーフィンっていうものが来た時もそうだったの。だからそのね、日本という国の習性を分かってた方がいいと思います。必ず新しいものと本物っていうものはパッと来た時に周りが理解できないの。だからこうなんですよ。でアムウェイっていうものっていうのは確かに20年もね今続いてるけども、本当に理解できてるかって言ったら、そんなにとことん理解できてる人っていうのはやってる人以外は、やってない人っていうのは客観論では理解できてると思いますけど、やっぱり中に入ってこないと絶対分かんないと思うんですね。だそういう意味でやっぱり僕はこのビジネスに関してはやっぱまずやってみるっていうことが一番だと思うし、徐々にやっぱり理解度はだんだん増えてきてると思うんですね。本当に分かる人には分かるビジネスなんですね。で分からないとこには悶々してるのはあると思うんですけど、本当にすごい仕事だなっていうのをね感じてます。だから私には向いてないとか時間がないとかね、なんかその自信がないとか、なんかそういうちっちゃいことでそのこのビジネスをなんかなんていうんですか、もったいないことしないことですね。まずだから買い物クラブで入ってみるとか、製品を使ってみるとかね、今日来られてるってことは素晴らしい前向きな姿勢だと思うんでね、それだったらメンバーになってみるとか、製品使ってみるとか、友達に言ってみるとか、なんかそういうことをねどんどん進められていったらねいいんじゃないかなと思います。なんていうんですかね、時間がなくても時間を作ればいいしと思うんですよ僕。時間がないってことはそれだけ忙しいってことだと思うんですけど、それほど自分の時間を投資して自分の幸せ感がどうかということが一番大事なことなんです。一番そこは大事なところなの。でやっぱり自信がないって人もいるけどね、自信はやってみないとわからない。誰からのスピーチあったと思うんですけど、泳げない人がねプールで僕は泳いでて、プールサイドにいたわけです。泳げないからプールに入れないから、だから泳ごうよって言ったら、いや私泳げないから、だから泳ごうよって言ったら、いや私泳げないから、ほうみたいな、だから泳ごうよって入ったらって言ったら、泳げるようになったら入るわって言ったんですよ。お前どこで練習するんだって話ですよ。プールサイドではい1212みたいなねことを言うわけじゃないんです。入らないと泳げない。自信はやらないとつきません。製品を使って友達にねちょっといいものがあるんだよっていう一言で相手が使ってくれた、そっから自信って生まれるんじゃないですか。だからやってみないとわからないんですよ。でやってもないのにどうのこうの、やってもないのにあなたの想像でこの物語を苦労話にしないことです。本当にやった方がいいと思います。で人生一回しかないじゃないですか。でぼーっとしてでも1年だし、
あの頑張っても1年だし、でさっきも言ったけどサインして頑張っても1年だし、ぼーっとしてても1年でしょ。今皆さんがどこに向いてるか、どんな風に 今から1年間を、今年と同じ1年間をした場合、来年の12月のクリスマスは多分同じ環境で生きてるわけですね。考えたら今の感覚、今のフィーリング、今の心の状態とか幸せ度っていうのは全部がお金で決定してるわけじゃないと思ってます、僕も。だけどもお金っていうのは非常に重要な物差しにはなってるのも事実なんですね。ですから今年と同じ1年をした場合は来年の今日は同じことが待ってます。これ間違いないんですよ。ならば今からアムよちょっと頑張ってみて、来年の1年後、来年のクリスマスにちょっとでも景色が変わるクリスマス、ちょっとでも余裕があるクリスマス、ちょっとでも気持ちがいいクリスマスをね過ごせるために、やっぱり僕はアムウェイっていうのをね取り入れるべきなんじゃないかなと思います。ぜひね、成功して、なんていうんですか、自分のね一番なんていうんですか、幸せな時間をね幸せな場所で過ごせるようなね、そういうような生活をね、ぜひ手に入れていただきたいなと思います。